ネズミ小僧二郎基地は、おさらぎ二郎が1931年に発表した、義族、ネズミ小僧をモチーフにした、時代小説であり、同作を原作とし、1932年制作、公開、絹笠ペイノス秋山工作監督による日本の長編劇映画、サイレント映画、剣劇映画であり、リメイクされて1933年制作、公開、山中貞夫 1965年制作、公開、水見賢治、それぞれの監督による日本の長編劇映画である。1983年には、高森立一監督によるテレビ映画へのリメイクもなされた。小説、ネズミ構造、ジロ吉の書質は、1931年、雑誌、講談クラブ1月号からの18回にわたる連載である。単行本は、 1947年、東京の出版社新庁舎から出版されている。小説、ネズミ小僧ジロキチは、おさらぎの著作権が消滅していないため、青空文庫には収められていない。映画、ネズミ小僧ジロキチのうち、1932年版と1933年版の2作のサイレント映画の上映用プリントは、東京国立近代美術館。 フィルムセンターに所蔵されておらず、松田映画社も所蔵していない。校舎に関しては、ネズミ小僧、ジロキチ中変動中の巻のうち30秒のフィルム断片が発見されており、大阪芸術大学芸術研究所のガング映画及び映画復元、調査、研究プロジェクトがこれを復元して、サイレント30秒尺のプリントとして所有、公開している。 1965年版に関しては、ビデオグラムがリリースされた形跡はない。ネズミ小僧、ジロ吉、ネズミ小僧、ジロ吉解決編は、1932年製作、公開、キヌガサテイノスケ、秋山工作監督による日本の長編劇映画、サイレント映画、剣劇映画である。ネズミ小僧、ジロ吉は、1933年製作、公開、 山中貞尾監督による日本の長編劇映画、サイレント映画、剣劇映画である。前編江戸の巻、中編道中の巻、後編再び江戸の巻の3作が制作され、それぞれ公開された。本作は上映用プリントが現存しておらず、わずかなフィルム断片のみ発見されている。ネズミ小僧二郎吉は、1965年制作、公開。 ミスミケンジ監督による日本の長編劇映画、剣劇映画である。ネズミ小僧二郎吉は、1983年制作、放映された、日本のテレビ映画である。1965年版と同じく、林雄一主演、新藤兼人脚本で、高森律一監督により、時代劇スペシャルの枠で2時間1話、完結作品として放映された。 国立国会図書館蔵書、ありがとうございます。